さあ、行くぞ。新年明けましておめでとうございます。どうも、ヒグロツマンボウです。マンボウクックやっていきたいと思うんですけど、今年の正月ものすごく大変でした。何が大変かは、まあこんな感じじゃないやけど、まあ今年からも料理動画バンバン上げていくんで、よろしくお願いします。というわけで、今回作っていく料理はこちら、まあ安丸だし、伊勢エビだしを使って今回カニチャーハン作っていきます。まあね、ちょっと今回シンプルにもうチャーハン、結構チャーハンってシンプルだけど難しい、パラパラにしないといけない、熱中になったらいけない、違う、中間が一番うめんじゃねえのっていうことで、今回チャーハン作っていきます。簡単にねできるんで、まず材料の紹介からしていきたいと思います。ドン。今回使う食材がニンニク、卵2個、白ネギで、メインなのかな、カニカマで、味付けが醤油と安丸だし、もうこれだけ。一番最初の工程、今回はこの安丸だしさんの伊勢エビだしを粉ごと使っていきます。でね、一番最初に醤油とこれをもう混ぜていっちゃうから、まず醤油をこんなもんで、ここにだしパックを全部いっちゃう。これでもうここで混ぜちゃう。これがね、すげえ深い味が出るから、濃いかなって思うぐらいがもうちょうどよ。で、一番最初にこれをしとくと、ちょっと醤油と出汁が馴染むよね。わー、いい匂い。わー、中で伊勢エビが踊ってら。次、ネギ切っていきます。ネギは、好きだから多めに。で、ちょっと角をこう、軽く切って、これはもういいか。もうこうよね。こういって、最近寒いけどさ、みんなどうやって過ごしてんやろうね。俺はもう洋服を着て毛布をかぶって酒飲んで寝るって、もうそんだけよ。俺はそこまでの人間やっちゅうことや。細かく、白ネギは細かいだけうまい。こんな感じで、これを横に避けといて、このカニカマの、まあ、皮なんだけどさ、カニ風味の皮なんだけど、こいつがどんだけカニに近づけるか、これも手でいっちゃう。チーズのように裂いていっちゃう。一旦これ半分に切ろうか。よし、 OK。 もう材料、まあ、全部切ったから、次は卵を2個溶いていきます。やっぱ卵って1個より2個やから、なんでもそう、多いだけうまい。それでもうあんま混ぜすぎてもダメよ。卵どんぐらい混ぜんのって聞かれたら、大体こんなもん。もうこれで一通り全て混ぜ終わって、具材も切って、あと炒めるだけ。じゃあもうフライパンの前に行こう。レッツゴー。さあ、今から実際やっていくんだけど、ここでチャーハン作る上で俺の思うね、ポイント、まあ、3つか4つか言うわ。まずごま油の量で、ガンガンフライパンを最初に熱すること。そしてテンション、ノリとテンションでやっていこう。もうね、ほら、あ、もうすんごい、これ、おお、伊勢エビが踊ってら。まあ、入れていこう。油ちょっと多めね、多めに入れたら米がコーティングされちゃう。で、そこにちょろっとニンニク、まずここに卵ドン、卵入れたらもうご飯ドン。で、ここでもうこういく、こういって、もうご飯をほら固まんないようにこう潰してこう、こういっちゃって、もう最大火力でやっていいから、もうこれだけでうまそうやもんな。はい、こんな感じ。これぐらい、もうほら硬くもなく柔らかくもない、こんぐらいがベスト。で、ここに先に出汁、
先に出汁を全部入れて、これを混ぜる。で、次ネギと全部入れて混ぜる。混ぜる。OK、完成。このまま皿に持っていきます。丸くする必要ねえから、まあ、気持ちこうやってやって、気持ちね、まあ、ちょっとおしゃにするならね、これおしゃにするなら、まあ、おしゃにするなら、まあこんな感じ、おいしらネギということで、はい、完成です。それでは食べていきたいと思います。さあ完成しました。伊勢エビだしを使ってのカニチャーハン、今回はカニカマを使って、カニ使っただけからカニカマを使ってやってみました。コスパよくね、うめえのができるから。いただきます。食べてみます。うん、うん、カニカマがカニになって中で踊ってたら、めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい。うん、ごま油を結構入れたけど、そんなに抜きりも濃く、ラーメン屋さんとかで出てるチャーハンぐらいもおすすめ、やってみてほしい。で、これに合うっつったらもうこれでしょう、やってキンキンに冷えてやがるぜやわ。どうも。うまい、うまい。なんか調味料は醤油だけなんだけど、実際この安丸だしっていうか、だしを入れたことで醤油以外の深みっていうか奥ゆかさが出て、ものすごいプロ並みのうまさになるね。ということで全部食べていきます。というわけで今回は安丸だしの伊勢海老だしを使ったカニカマチャーハン、まあカニチャーハン作っていきました。まあカニカマなんだけど、やっぱそのカニカマの甘みとごま油の甘み、卵の甘みがカリコ丸くなって胃の中に入っていく、そんな感じのチャーハンになりましたね。白髪ネギを入れることでサクサクあっさりにもなるし、ごま油をあんだけ使ってんだけど、もうペロッとこんなのいけちゃうんじゃないかっていう、おやつ感覚で作れるチャーハンに仕上がったと思います。で、一番大切なことは火力、卵を入れるタイミング、あとテンションね。そしたら大体うまくできるかな。で、今回使ったこの安丸だしさん、一応キャンペーンの方をしてて、概要欄に貼ってあるアンケートに答えて、そのアンケートの中で、リボンチャンネルって答えると1袋50円引きになるので、まあ、安く出汁を買って家で試してみればいいのかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。